3日目の朝ですね。しっかり食べて、飲んで、体調は万全だぜ。今日は潤滑油とシリコンゴムを探すんでしたね。そうだ、昨日とは反対方向を探索してみようと思ってる。了解しました。よいしょ。こうやって脱出ポットと海面から突き出た珊瑚を重ねながら進めば迷わないはずだ。変えることはできるんですが、何かを発見した時にそこに戻れないのが問題ですね。探しまくって時間をロスすることだけは避けたいな。あの昆布みたいなやつ、前から何かに使えないかと気になってたんだ。お出汁が取れますかね。味噌汁でも作る気か。少し潜ったところに黄色く光るものがありますね。行ってみよう。マンゴーっぽい見た目をしていますが、食用にはならないみたいだな。場所を取りますね。来たばかりだが、これ以上持てないし、一旦帰るか。はい、帰ってきました。早速、ファブリケーターで見てみよう。おお、増えてますね。シリコンゴムと潤滑油来た。どっちも、光る種が原材料だったんだな。これで、いろいろと作れますね。ゴムと潤滑油を、2つずつ作るぜ。よし、できた。瓶が作れますよ。これで水中移動が速くなりますね。だな、探索範囲も広がるぜ。あ、リペアツールが作れる。無線機を直せるかな。ふふ、サバイバルナイフ。なんでしょう、作らせちゃいけない気がします。マリサ、危ないから振り回さないでください。男の子だったら、誰でもやるだろう。あなたは男の子じゃないし、男の子であっても刃物を振り回しちゃいけません。わかったよ。次はリペアツールを使ってみよう。切れたケーブルが勝手に繋がっていきますよ。さすがリペアツールだな。治ったっぽい。あ、通信機が動いてますね。ポチッとな。オーロラ号からですよ。救助部隊が来てくれるのか。通信内容が不穏ですね。異常みたいです。あまり期待の持てない内容だったな。そうですね、油断せずに自助活動も続けましょう。じゃあ、ファブリケーターに戻るか。シーグライドは、バッテリーと導線が必要です。ふむ。銅が足りないな。在庫あったっけ？ないですね。チタニウムが過剰になってるな。よし、銅の採取に行こう。はい、いろいろなものに使うだけに、今後も不足しそうですね。どっち方面に行きましょう？光る種を採取したあたりにするか。試したいこともあるしな。試したいことって何です？なーに。作った道具を使いたいだけだ。海藻エリアにやってきました。よっと。せいせい。なんだ、単にナイフを使ってみたかったんですね。ふう、堪能したぜ。海藻からも何か作れますかね。帰ったら調べてみよう。よっしゃ、気合を入れて銅を探すぜ。なかなか見つかりませんね。場所が悪いのかな。一つゲット。チタニウムが外れに見えます。ほんとだな。二つ目。
三つ目。よし、こんなもんだろう。帰りましょう。はい、ただいま。あの階層はファイバーメッシュになるんですね。快適な着心地だとさ。地球に向けて輸出したら儲かるかな？ここに永住するか？しませんけど。よし、動線を作れるぞ。あとは、バッテリーですね。キノコか。ちょちょいと取ってきましょう。ちょちょいと。バッテリー作成。フラッシュライトも作れますね。それはまた今度だな。よしゃー、シーグライドが作れるぜ。脱出ポットの5キロ以内で使ってくださいですって。そんなものは臨機応変だ。うわー、嫌な予感。では、せっかく作ったし、試しに使ってみるか。楽しみですね。おお、早いぜ。泳がなくていいから疲れませんね。投影されてるのは地形かな。かっこいい。あ、でもバッテリーを消費するんですね。そりゃそうだな。また道を探すのは大変だから、必要なシチュエーションでだけ使うようにしよう。横移動だけじゃなくて縦移動も早くなりますね。そうか、深く潜れるな。それに早く海面に戻れるから息継ぎも楽になりますよ。優秀だぜ。あら、あのアザラシみたいな動物から光の玉が出てますよ。おお、破裂したぞ。ケミカルな色をした液体が広がる。なんとなく体に悪そうですね。近づかないようにしよう。あら、もう夜？早すぎる気がするけど、急いで帰ろう。うん、また明るくなってきた。何事でしょう？あれは日食か？そうみたいですね。確率はわかりませんが、珍しい天体ショーに遭遇できましたね。この星で遭難してよかったな。そんなことは、全く思いませんけどね。前から気になってたんですけど。なんだ？マリサ、今の状況を楽しんでません。まさか、そんなことないよ。疑わしい。お、脱出ポットに通信が届いてるみたいだな。急いで帰りましょう。よいしょ。早速聞いてみようぜ。カフェテリアのおじいさんからです。脱出ポットが何かに襲われてるらしいな。助けを求めてますね。行きますか？行こう。私たちも余裕のない状況ですよ。向こうはもっと余裕がないんだろう。ふふ、そうですね。聞いてみただけです。そうか、すぐに準備を整えよう。はい、まずは水と食料ですね。予備のバッテリーも持っていきたいが、銅を取りに行っている暇はないな。何ですか？この警告は？オーロラ号が2時間以内に陽子爆発するらしいぞ。え？何にせよ、まずは飯だ。そうですね。お腹が空いていたら、何もできませんから。ふう。どうしよう。ちょっとだけでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。